1年ぐらいなんです。おー、もう大学3年生でもう1年自分の塾を持ってる。入ってきた時の試験では僕はあの校内では1位で。おー、はい、アンチの数なのかな今まで見て。Hello there! はい、始まりました。モジェスチャンネルですけども、今回はですね、英語講師オーディション決勝に残っていただいたですね、はい、英語講師林こと林光平先生においでいただきました。よろしくお願いします。林と申します。兵庫県の西宮市っていうところで、はい、まあ、西宮市ですね。はい、英語を教えつつ、まあ、大学生もやってるっていうことですね。はい、すごいですね、大学生で。全員だってあのプロのね、そうですね。指導力の差を痛感する場合があったんですけど、あれ応募するきっかけは何だったんですか。まあ、きっかけはあの YouTube で、まあ、先生の、はい、チャンネルを登録していたので、ありがとうございます。それでもう早速動画作りに取り掛かろうと思って、で、まあ、結構その映像授業ってことにはすごく興味があったので、はい、まあこれをきっかけにスタートしてみようっていうところもありまして。うんうんうん、何を勉強してるんですか。一応主専攻と副専攻があって、はいはい、主専攻はあの美学芸術学っていう、まあ、あの芸術研究みたいなことをやっていて、はい、ただまあやっぱりあの大学に通っていろんな授業を取っていくにつれて、やっぱり英語学とかが面白くなってきてしまって、で今はあの副専攻であの英文の英語学のゼミにも、ね、はい、所属しています。イージャーとマイナーあるですね、はい、そうなんです。で自分の塾持ってるんですよね。あ、そうです。あの、まあ、元々はバイトであの個別指導とか家庭教師とかやってたんですけども、はい、やっぱりこう教えていく中でどうしてもこう自分のオリジナルの教材を使ったりとか、あと実際にその親御さんと喋ったりとかっていうことを、まあ、してあのやってみたいなっていうのがあって、はいはい、それで、まあ、1年発起して大体もうちょうど今1年ぐらいなんですけど、大学3年生でもう1年自分の塾を持ってるっていう、ね、はい、いい。あと YouTube も、ね、始めるということで。あ、そうです。はい、ぜひ一緒に見てみてください、はい、よろしくお願いします。塾講師になろうと思ったのは高校時代にもうほとんど、まあ、英語全然できない状態で、まあ、そこでこう、まあ、うちの高校はあの留学できる高校だったんですけど、留学者向けのまあ当然試験みたいなのがあって、はい、でまあ、40人ぐらい受けて、うん、で2人落ちたんですよ。ほうほうほう。で2人のうちの1人が僕だった。そうだったんだよね。で、まあ、結構ショックだったので、まあまあ、これはその留学生が戻ってきてその後の実力テストで僕が1位になったら、はい、もうほぼリベンジじゃないですか。なる、すごいリベンジの仕方ですね、はい、留学してた人たちよりも残った自分の方が英語力が上だったらってことですね。はあ、なるほど。結構なんかそういう逆境みたいなのが好きなタイプではあったので、でそこであの塾に通い始めまして、あのもう個人塾なんですけども、はい、そこで出会った先生がすごくこうあのいい先生で、うん、もうあの英語にも熱いし、うん、実際指導力もめちゃめちゃあって、でやっぱりそこでですね、あのすごくこう憧れるようになりましたね。そう、あの当時は、ま、あの自分でもあれなんですけど、はい、相当あの速い速度で僕は英語できるようになったんですよ、その先生のおかげで。であの生意気にも高3ぐらいになってくると逆にその先生の指導が気に入らない部分とかが出てくるんですよ。なるほどなるほど。で、まあ、あとは学校の先生の授業とかはもう、うん、あの大先生ですけど理解してるので、はいはい、こうノートにこの先生どうやってあの教えてるとかっていうのをメモったりとかっていうことはしてました。高1でその留学のに選ばれなくて、そうですね、で高1で塾に入る、はい、高1の最初の頃に、はい、まあ、あの選ばれなくて、はい、で、まあ、の結局その、まあ、テスト受けた後に落ちたことが確定してから、はい、結構僕はあの留学行く気満々だったので、はい、もう前の席に座ってめちゃめちゃこう説明会とかメモとかしてたので、はい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 、あの学校 の, あの国際部の先生からあのめちゃめちゃ熱心な生徒だったのにあの行かせてあげられなくて残念ですみたいな電話が来たりとかして、なんか逆にそれがこうなんか悔しいじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、あのすごい綺麗な話ではあるんですけど、結論、はい、あの留学1年間行ってた子たちが帰ってきた時の試験では僕はあの校内では1位で、おー、はい、すごいな、無事取ることができて、はい、やっぱその塾は良かったですか。塾良かったですね、うん、どんなこと習ったんですか。どう確認して、もうとにかくこう文法力を上げてあの読解力も上がるみたいな、うん、
こうタイプの塾で、でもうとにかく最初はもう文法の基礎から叩き込まれて、であの正直中学時代とかはかなりその英語はフィーリングだみたいな雰囲気でやってたんですけれども、そこで初めてこう、まあ、文構造を理解したりとか、うんうん、こう英語を言語として理解することの重要性みたいなことを知ることができたので、なるほど、それがものすごく大きく今の僕にも影響を与えてます。大学受験はどういうところですね。大学受験はあの恥ずかしがながらもう英語ばっかりやってて、はい、あの1年あの余分にやっておりまして、あのヨゼミではあのもう単科で取るっていうか、はいはい、そのまあ、自分の取りたい教科だけ取るっていうことで、あの世界史とか取ってたんですけれども、はい、あのそこでもまたすごく大きな出会いがあって、ほうほう、あの世界史の佐藤幸男先生っていう有名な、はいはいはい、あの世界史の先生がいらっしゃるんですけれども、ね、同じですよ。そうですか、はい、もうものすごく影響を受けまして、もう先生の喋り方とかもう飽きさせずにこう繋いでいく技術とか、まあ、あと板書の美しさですとか、そうですね、いろいろ学ぶことはありましたね、はい、大学は今関西学院大学っていうところで、あの、はい、僕がねトイック受けたところですね。そうなんです、あのその際に僕もあの実は全く同じ会場で同日に受けておりまして、はい、同じ会場で同じ日に受けてたんですね。そうなんです、すごい偶然で、はい、そんなことがあったんだ、はい、あの関西学院大学といえばあの講師でしょ、ちょっとだけ見てくださったという噂の、はい、あの新先生、あ、はいはいはい、もうあのまあ僕の英文 の、はい、あの先輩に当たりますので、先輩に当たるんですね、はい、はははもう見ていただいたっていうのをあのブログで拝見した時もすごく嬉しくて、はい、あ、そうなんですね、はい、見てるよ見てるよって言ってましたです。そういうつながりがあるんですね、 ですね、はい、あとだって井上先生ともねつながりあるんですね。そうですね、井上先生も、井上先生が中高時代をあの西宮市で過ごされてて、はあ、まあ、そこで今僕塾やってますし、あのそこで大学通ってますので、すごいですね、いろんなところにつながりがあったんですね、はい、あ、ヨゼミ英語誰、あ、英語はもう西川先生もものすごく影響を受けましたね、はあ、あのその西京寺、西谷昌寺、西川めっちゃ似てるっていう名前が3人めちゃめちゃ似てるっていうので、そうなんです、ヨゼミ西系が多くて、そうそうそう、の先生方が多くて、西京寺先生は東に進みました、ね、あ、東に進みましたね。に大学1年から塾講師になるわけですね。大学1年の時に、というか、まあ、大学1年の時は実を言うとそこまで、まあ、英語得意ではある方だっていうのは自覚あったんですけど、はい、あの教えるのが得意かどうかってまだ分からないじゃないですか。あ、確かにそうですね、はい、でまあ、個別指導の塾に、その、まあ、大手の塾に入って、そこでやっとその、まあ、自分がこう、まあ、他の人と比べたら教えることは好きだし、あの割とその職業になるかもしれないと思う、自分に向いてるかもしれないということで、それ以降あの、まあ、今も続いてるんですけど、あの関西で大手の、あの集団指導 の、 あの高校受験の塾ですとか、まあ、そういうところにも、ね、人気とかやっぱでるわけじゃないですか、そういうの、やっぱ個別とか集団でどういう感じで出てくるの。そうですね、もうものすごくあの偉そうな話ではあるんですけど、はいはい、やっぱりこう大学生とかだけで教えてるところだと、まあ、林先生に教えてほしいみたいな、あの話を直接受けてその子の担当になったりとかってことはよくあって、なるほど、もう他はやっぱ相手にならないと。いや、そうは思ってないですけど相手にならないんだよ、もう講師オーディションであんなプロたちと戦えるんだぞ。もういや、場に行って初めてこう自分のこう小ささを実感するというか、あのそうですね、あとその集団塾の方も、はい、あのプロの先生方が当然いらっしゃる、はい、社員の先生方がたくさんいらっしゃるので、もうそういうあの方々の板書のこうスピードと正確さとか見てると反省することも、もう多々ありますし、おお、そうなんですね、こう、まあ、当然ですけど、まあ、単純にその指導年数は他の先生の方がもう圧倒的に長いですし、はい、そうですね、全面に出さなかったんですよ、大学生ですみたいなっていうのやったら色眼鏡かかっちゃうかなと思って、いや、ね、いや、それはそれで僕も嫌だったので、はい、あのすごくありがたかったです。もう別に大学生ブランドをしていくつもりも全くないですし、これは塾を始めて分かったことなんですけど、やっぱりその、まあ、チラシとかにこう、はい、嘘ついちゃダメなので、はい、現役大学生とかって書くんですよ。あ、なるほど、全然人が来なくて、もうその人分だけで、やっぱりこう
教育業界というかもう少なくとも塾業界においてはあの若さっていうのは必ずしも武器になるわけではない、うんうん、そうですね、すごく下に見られちゃうっていうのはありましたね、うん、自分自身もそうでしたから、ね、本とかそうですかね、だいぶ早い時期から書いたんで、うん、かなり下セミナーとかやってもやっぱりすごく下に見られるっていうのが生意気みたいなのいっぱい出てきちゃうしね、なんたって対アンチの数なら誰にも負けない、ね、たまに拝見しますね、なんかものすごく噛みついてきてるいっぱいいますよ。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.